うん、日本だとなんか30人クラスいたら、まあ、なんかこう大体がなんかストレートに次の進路、それはなんか働くっていう選択を取る人もいれば、なんか大学とか専門学校とかのそういう選択もあるけど、逆にデンマーク社会は30人中5人がストレートでみたいな。あ、そんな少ないですか？そうそう、だからストレートで次の進路行くのはそれぐらいで、逆にこう25人ぐらいがもう本当に旅する人もいたり、ホルケホイスコールに行く人もいたりとか、あとはインターンする人もいたりっていう、なんか自分のなんか模索期間とか自由な期間を取る人がすごいたくさんいて、その残り5人がえ、なんか変わってるねみたいな、ストレートで行くなんてみたいな感じだから、なんか世界変わればスタンダード全然違うなみたいなところは。シティガールです。やめた方がいい。どちらになるんですか？私神奈川出身で、私は東京出身で、はい、じゃあ雪国での暮らしは初めてです、はい、こちらが今回の主役、安井さんと戸又さん。2020年に東京から北海道東川町に移住してきた。もともと東京で会社員をしていた2人、ここでの仕事は学校作りだという。向かった先は隣町、東旭川町にある羊牧場。うちは羊飼い体験っていうのをやってるんですけど、みんなでその羊の餌やりとかをまあやるんですけど、牧草ロール、うちで買ったやつなんですけど、その草を子羊たちとかも羊たちにあげる。すごいたくさん、そういっぱい持ってこれた。ちっちゃい子は、ちっちゃい子はちょっと控えめに。デンマークをはじめとした北欧諸国で普及しているホルケホイスコーレ、社会人が自身の生き方やキャリアを見つめ直すための教育機関だ。日本でも大人が少し立ち止まって人生と向き合うための時間があってもいいのではという疑問から、安井さんと戸又さんはこれをモデルに大人の学びやスクールフォーライフコンパスを立ち上げた。なんかこうホルケホイスコーレはなんか生きた学び、生きた言葉みたいなすごい大事にしていて、なんかもうそもそものこうなんかデンマークとかのなんでホルケホイスコーレが起こったかっていうと、なんか教室の中で教科書だけで学ぶっていうのはなんか本当に印刷されて死んだ言葉っていう風にデンマークのホルケを作った人は言っていて、その死んだ言葉に対して、まあ、どれだけこう生きた言葉とか生きた学びをできるかどうかみたいなのをすごい大切にしてるので、なんかすごいこういう現場のところに行くし、でそれを見てなんかどう感じたのかみたいなのをなんか参加者だったりとか先生の人たちと話したりみたいなところをやったりしてるので、なんかこう生ものとか生きてるみたいなすごい大事にしてます。なんかこの授業はまあ、そもそも私たちの衣服はどこから来てるのかみたいなところをなんか普通の店だとわからないじゃないですか。それをもうなんかこう糸から紐解こう、糸のその前みたいな、綿から羊毛から紐解こう、その前のなんか羊を見に行こうっていうところで、今日は羊飼いが近くにいたので羊を見に来てます。もうじゃあその糸の元をたどるために羊に触れるというか、そうそう、どこまで行けるかなと思って、で近くでね、なんかこう北海道だと生産者が多いので、なんかこういるかなと思って探してたら、すごい近くに羊飼いの女の子がいるっていう風に聞いたの で、そういう一緒にやらないって言って、ぜひぜひっていう感じで今回の授業ができてます。よいしょい、お上手ですね。ちょっと羊飼い候補生なんで、修行中なんです。え、本当ですか？友達に羊飼いになるって予言されたんです。なんかシンプルにここに住んでる方たちの話をいろいろ聞けるっていうのはまず面白くって、なんかどうして今東川にいるとか、なんかこういうことをやってる、なんかどういう経緯があってっていうのを話を聞くのはすごくなんか、あ、一人の人としてこうやって生きてるんだ、こういうことを大事に過ごしてるんだっていうのをいろいろ聞けるのは面白いですし、なんかそれを例えば1時間の講義みたいな感じでただ耳で聞くだけじゃなくて、こういうふうに今やってるように実際体感したり、それが例えば1日だけじゃなくて、私たちのコース今9週間で結構長い時間をかけてやってるので、
点と点が割とこう線になってつながりやすいというか、だんだん自分自身の中のなんか準備が整っていろんなものに触れてこうあって気づく瞬間、学びというか面白いですね。でなんか自分の人生の指針ってなんかこう誰かに影響を受けたら結構変わるし、なんか何が好きでとか何を今学びたくってっていうのを考えるのって結構ね体力いるし、あの分からなかったりするけど、なんかそれがもう大学に出たらなんかそれが最終学歴でもうずっと大人が学び続けないみたいなところとかは、なんかずっと教育子供向けの教育をやっていたので、確かに子供たちのためのクリエイティブな教育っていうのはすごい大事だと思うんですけれども、なんかこうそっちにこう大人が責任を寄せてしまっていて、なんかこう自分たちはもうクリエイティブになれないんだっていうのはすごいなんか悲しいし、あもうなんか大人になればなるほど古くなっていくんだっていうふうに諦められてしまう大人もなんかすごい悲しいなと思ったので、まあ、個人の人生にとっても必要だなっていうのと、私たちも最初フォルケホイスコーレってなんか個人のための場所だと思ってたんですね。なんかこう個人が立ち止まって豊かになるっていうのが、まあ、それだけでもすごく大事だなと思ってたんですけど、フォルケホイスコーレ先生とかになんか話を聞けば聞くほど、あ個人の豊かさはなんか社会の豊かさにつながっているから、なんかどっちもを紡ぎ直す、あの捉え直しをする学校なんだよっていうふうに言われた時に、あなんか多分日本どっちも足りないなっていうふうに思って、自分にも足りない時もあるなって思った時に、なんかこれはすごい必要だなっていうのを、そんな文脈から感じたって感じですかね。授業は東川町で活躍する生産者さんと一緒に作る機会が多い。テキスタイルデザイナーの関さんもその一人。人生の中での転換期というか、チェンジし変化したいっていうことを求めてくる方が多いからね、なんかすごくこう多分人生の中でも特別な時をここ東川町で過ごしながらこう吸収してる感じがすごく伝わってくるんですよね。ですごくこう悩んだり、もう本当それこそ涙する人もいたり ね、なんかあ本当こう、大事な時と向き合っているんだろうなって思いますね、一人一人。校舎が今はないじゃない、それもすごく強みではあるよね、その人のところに行ってお邪魔させて、その場も教室なんだっていう、街とか森とか全体がコンパスみたいな考え方で、すごいいいなと思います。そうですね。はいはい、今回のコースは9週間、その間生徒たちは共同生活やワークを通して自分自身と向き合う。学校といえど試験や成績がないのが特徴。ところで皆さん、どのような理由で参加しているのだろうか。今回参加したのが、私が退職してでこれからのキャリアについて全く考えれてなかった時に、今後どうしようっていうふうに思っていて、でコンパス以外の選択肢も考えたんですけど、今の私に必要なのはなんか自分を見つめ直すというか、自分についてもっと知らないと今後自分が選んだ道に対して確信を持って進めないんじゃないかなっていうふうに思った時に、自分一人ではどうしても自分のことを客観的に見れないっていうところがあるので、この共同生活をしていく中で自分では知らなかった自分の側面みたいなのも周りのみんなが気づいてくれるだろうし、そうですね、そこが魅力的だなと思ってました。安井さんは大学卒業後リクルートに入社。教育に関心があったことから大学生向けのインターンプログラム作りをしていた。一方、戸又さんはベネッセや外資コンサルティング会社にて教育関係の仕事をしていたという。社会人としてのキャリアはお互い充実していたというが、なぜ移住し学校作りを選んだのか。大学の友達 で、まあ、その頃大学の中でも大親友っていうよりも、まあ、1年に1回会うぐらいな中で、だからこう、まあ、たまに1年に1回飲むタイミングが2017年であって、でその頃私もカオルも社会人5年目で、バリバリ働いてた、忙しかった時期で、でなんかこうなんか飲もうよって言って飲んだ時に、なんか2人なんかいろいろ仕事の話とかなんかしたりしていて、でなんかこうその時分かったのが、たまたまその9月のなんかこう後半の時期、休み結構大きな休みを私もカオルも取らなきゃいけなくって、まあ取っててみたいな感じで、
で、あの特にやることも決まってなかったのをなんか話したら、いやなんか暇だわってなって、うんうん、で普通にあじゃあ旅行行くってなって2週間重なってたので、うん、でもともと教育系の NPO でお互い活動したことも大学時代してたから、なんかじゃあ教育がキーワードになったらいいなっていうのは、その時お互い教育の仕事はしてなかったんですけども、すでにってなって、なんかいろんなインドネシアのグリーンスクールとか、うんうん、普通にハイテック入ってるアメリカの学校とかで、1個がデンマークのフォルケホイスコーレで、じゃあフォルケホイスコーレが一番謎だったから、うんうんうん、今幸福そうな国だから行ってみようよってなって、じゃあデンマーク行こうっていうとこからフォルケに出会ってるっていう感じ、うん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 、だからなんか別にフォルケホイスコーレ作るために行ったとか、なんかそういう風に見られることも多いんですけど全然なくて、なんか本当にあのふとしたあの心で行った感じで、行った時に、あ実際にこう実在していて、でそこの校舎の中に入ると本当に、まあ、高校を卒業したての子からおじいちゃんとか、あと私たちの同じ世代の人たちがなんかコーヒーこう飲みながらなんかいろいろ話をしてたりしていて、本当にその風景がいや豊かだなみたいなことで、ゆったりとした時間が流れている中で、あの、まあ、社会についてこう勉強したりとか、あとも自分のやりたかった手芸とかに没頭したりみたいなところの時間を取ってるっていうのがいいなっていうふうに思って、で私も結構バリバリ働いていて、なんとなくこう、まあ上上じゃないけれども、なんかこう限られた椅子をなんかこう同じ世代だったりとか、なんか上下の人たちとなんか取り合って、でもっともっとなんか成長しなきゃいけないみたいなプレッシャーがあった中で、まあなんか続けられなくはないけど、このまま行くと結構なんかこう険しい顔のなんかおばあちゃんになりそうだなみたいな、なんか悪い魔女になりそうっていうふうに思った時に、うんうん、なんかこうこれはなんか自分のためにもいつか欲しいなみたいな、日本というかデンマークで行けばいいやみたいなこともなんか最初思ったんですけど、なんかそこまでハードルが高くなく、なんか日本であるみたいな世界観は私はすごいいいなと思ったし、なんかきっと私だけじゃなくそれを求めてる人っていうのはいるんじゃないかなっていうのを、私はその当時人事をやっていたので、あ私がだけじゃないなこの感覚みたいな、なんか社会ちょっとおかしいなっていうふうに思ってたところもあったので、なんかそれが重なって、あなんかすごいいいなみたいな、デンマークずるいなみたいなところを思ったっていうのがなんか結構大きい背景って感じですかね、うん、自宅にお邪魔した。実は二人仕事はもちろんのこと生活まで一緒だという。ここは2020年8月なんで2年半前からですね。はい、賃貸で最初さきちゃんがと私で一応移住はしてきてて、でも私は家族が東京にいるので半々ぐらいで住んでるのもあって、一緒の家の方が雪とかも大変だしで住んでて、たまに私の夫も来るみたいな感じで、でも完全移住したので今は住んでて、またパートナーが増えてみたいな感じで今は4人で暮らしてるって感じ。じゃあ2カップルは同じ家で住んでみたいな。そう、まあ一時的にですけどね、うんうんうん、でもともともなんとなくあのいずれはどっちかが引っ越すこともなんとなく見越したので、まあ、仮で2年だったらいいかなみたいな感じでシェアハウスしてるって感じ。なんかお仕事も私生活も一緒って、なんかいろいろな大変いろいろな事件がありました、いろんな事件があります、大変です。なんか北海道だと冬場とかあのコスト大変じゃないですか。コストは灯油代がすごいかかるので、なんだろう、大変です。多分台の熱ちゃんとしてる家はそんなにお金かからない、ランニングコストが、うん、うちは月40年なので、そうね、すごいめっちゃかかる、大変。でもまあ4人って割るので、うん、大したことないそうですね、うん、で4人ともみんな働いてるので、うん、あのみんな分割してます。だからそんなに多分びっくりするほど東京の時より生活コストは安いです、うん、冬もシェアで住んでるのはやっぱりすごい大きい。うん、1人でこの家住むにはちょっと高いかもね、うんうん、ペイできない気がするけど、うん、4人で住んでて4人とも別々の仕事してるので。雪とかは大変じゃないですか。雪は大変、大変、うん、こう最初の年とかめちゃガンガン雪降った年で、あの絶望してる、これぐらいの高さまで雪積もってて、あの
都会の感覚でこうミーティングを入れてたらもう午後全部もう雪かきというか、あの外に出るのにこう必死みたいな感じで、あのこうひたすら雪をかくみたいな感じで、なんか瞑想状態ですね。なんかこう、あ、一つずつすくっていけば雪がかけるんだみたいな、なんか謎の悟りを開かざるを得なくて、家の雪かきをちゃんとしてなかったから車がはまっちゃって、うん、すいませんどこにいますかって言って、家の駐車場ですって言って、あ、わかりました、じゃあ行きますねって言ってジャフに車を引き上げてもらいました、うん、しょっちゅう、そう、イノベーションして新しく校舎を作って、学校の校舎もあるし、あっちの敷地、あの向こう側まで使って、まあ、どうやってなんか学びの場を作るかみたいなのが次のテーマになります、ね、今まではそのメインの場所みたいなのなかった感じですか？そう、なんかメインの場所っていうよりもなんかいろんな町の施設を転々としながら、ね、うんうん、あっちが畑に、はい、あ、畑もできる、テニスコート何12個分だっけ、そう、なんかそう12個分ぐらいの畑になっているので作り手になるというか、普段都心にいるとこう消費する側に回りすぎちゃうんですけど、自分たちで畑をこう耕しながら大きなキッチンをここで作る予定なので、あのご飯もみんなで作りながらっていうので、うん、こう暮らしを作っていくみたいなところの学びの場になればいいなっていうふうに思ってます。で最初私たちがね、なんか2017年にデンマークに行った時って、うん、あのまさかこんな学校作りするなんてみたいな、うんうん、1ミリも思ってなかったし、なんか最初の方はまあなんかこう ちっちゃいポップアップの1週間のツアーができればいいかな、うん、とかワンデーでもいいかなって思ってたけど、なんかこうここに来てなんかいろんなものがつながっていって、でなんかこういうふうになんか校舎みたいなものができるみたいなのって結構なんか夢のような話で、うんうん、もうやっとなんか学び場からなんか学び屋になるねっていうので、うん、その場所が作ることで、うん、ちょっとずつ学校作りに近づいていくなみたいなところは、はい、震えるけど普通に楽しみですね、はい、それとね、ホルケホイスコーレのコンセプト、なんかこう正解を教えると か、うん、なんか学ぶ場じゃなくて、うん、なんか問いを育むとか、うん、問いを見つける場所であるみたいなところが、うん、なんかすごくマッチしている、うん、しなんかそれが町のこれからの未来にも必要だと思ってるみたいなのが、もう本当にラッキーだよね、こうピタピタピタって一致してるのは、うんうん、本当にタイミングがバッチリあったっていうところが、うんうん、とコロナがもあったっていう、なんかいろんなタイミングだった気がします、うん、はい、夏にぜひ映してほしい、こうなりましたそう